デオダイアリー August the 10th 2022 by Hiroshi Hayashi Hamamet City Japan ビデオ日誌2022年8月10日林博史です。こんにちは。これから皆さんにご覧いただく絵はですね、マンチェスターのマドンナと呼ばれている絵です。もともとね、ミケランジェロがマンチェスターのマドンナと題をつけていたわけではありません。まあ、たまたまね、現在マンチェスターにのどこかにね、所蔵されているというところからですね、一般にマンチェスターのマドンナと呼ばれています。で、そのマンチェスターのマドンナの中に描かれているマドンナはですね、胸をはだけて、つまり赤子イエスに授乳をしているというわけです。ですから一般にはマンチェスターのマドンナのことをですね、一般には授乳中のマドンナと呼ばれているようです。そしてその絵を見てですね、まあ、そのマンチェスターの女性たちがですね、マリアでも授乳をしていたんだというようなところからですね、皆が授乳をするようになったというような話も漏れって言いますか、伝わっていると言いますかね、まあ、どんなその説明書にもそのように書いてあるわけです。つまり授乳中の、つまりはマドンナというわけです。さらにですね、まあ、専門家の先生たちはですね、右に立っている2人の女性らしき人たちがですね、手紙を読んでいると、その手紙にかこつけてですね、これはマドンナがこうこうこういう時に手紙を受け取ったと、その手紙を右の2人が読んでいる、いわゆる、まあ、聖書の中に出てくる話をですね、こじつけて、そのような説明をなさっておられますが、これは手紙ではありません。林博史の目までごまかすことはできませんでした。この右の2人が持っているのはですね、マドンナの乳首を覆っていた皮膚がですね、めくれた、そのめくれた皮膚をですね、右の2人が、まあ、しげしげと見つめている絵ということになるわけです。その証拠にですね、よく見るとですね、まあ、今左から2番目になりましたけれども、全く同じ乳首がですね、皮膚の上に表現されているわけです。まあ、要するにシャツの上から見るとこのように見える、しかし、まあ、裸であればこのような乳首になっていたというわけです。つまりですね、右の2人が持っているこの手紙のようなものはですね、手紙ではなくてめくれた皮膚ということになるわけです。つまり脱皮した皮膚をですね、右の2人がですね、手に取って、ねえ、これこの女性の女の人の皮膚よ、まあこんな皮膚ってな感じでね、見つめ合っているということになるわけです。で、このめくれた皮膚で気になるのがですね、ミロのヴィーナスということになります。その動画もですね、昨日今日の動画の中で皆さんにご覧いただけるようにしておきましたけれども、ミロのヴィーナスもですね、極めて奇妙な感じで皮膚がめくれているのがわかります。一応大理石花崗岩ですからね、彫刻した花崗岩がこのように皮膚の部分だけめくれ上がるように割れるということは私は考えられませんと言いますか、まあ、この動画発表してもう 7,8 年になるんですけどもね、未だに結論が出ないと言いますか、そうした事実は浮かんできません。ただ花崗岩の場合はですね、岩の中にですね、まあ、空洞ができていてですね、それを彫刻するときに、まあ、パリンと割れることがあると、それをクラックと言うんですけどもね、それはあるけれども、花崗岩で彫刻したその像のね、皮膚だけがこのように割れるということはないということなんですね。それは専門の彫刻家の先生もそういうふうにおっしゃっておられます。そして中の岩とですね、外側を包んでいる岩の岩質といいますか、色が違うんですよね。しかも腕のところを見ていただくと分かりますように、ミロのヴィーナスはですね、中にですね、その中に芯に当たるところにもですね、彫刻した跡があるんですね。縦線がスッスッと走っている、そういうところからですね、私はミロのヴィーナスもですね、要するに、ちょっと回りくどいような言い方というやり方なんでしょうけども、要するに皮膚の剥がれるタイプの女神であったということをそのような形で示したものだと判断しています。で、絵で表現したのが今ご覧いただいているマンチェスターのマドンナという絵ということになるわけですよね。で、もう一度確認していただきたいんですけども、左が、その
マドンナの、まあ、乳首ですよね。そしてそのめくれた皮がですね、まあ、右の方にあるわけですけども、よく見るとですね、その乳輪の方もですね、なんとなくこう表現されているのが分かります。ともかくもこの今赤丸でつけたところを皆さん順に追っかけてみてください。つまりここに表現されているのは乳首である、イコール左から2番目はですね、めくれた皮膚を見ている、まあ、その皮膚、めくれた皮膚ということになるわけですよね。それを、まあ、右の2人の人物が見つめているということなんですね。実に不気味な絵なんですよね、これね。その証拠に一番右にいる女性、立っている後で出てくるかな、その人の背中を見ていただきたいんですけども、鱗がボコ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 と表現されています。つまり大変不気味な絵ということですよね。でもう一度右のミロヴィーナスを見ていただきたいんですけども、同じように皮膚がめくれているということなんですね。つまりミロのヴィーナスを通してですね、この、まあ、元の作家といいますか、彫刻した方はですね、まあ、神ということになるわけですけども、まあ、そのミロのヴィーナスもですね、皮膚のめくれるタイプの女神であったということをこのような形で表現したのではないかと思います。あとサンピエトロのね、まあ、サンピエトロごめんなさい、その後に作られました聖母子像の、まあ、イエスと一般に言われてますけども、その子供の皮膚も同じように割れてますね、剥がれるように。まあ、いろんなところでこの手法が使われているということです。では、ここでついでですけども、ミロのヴィーナスの皮膚というものをですね、皆さんにご覧いただきたいんですけども、外の眼室と、ね、中の眼室が違うんですよね。そして腕の付け根を見ていただきたいんですけども、縦線がスーッと走っている。なしですね、これはね、ある意味である程度の形を作っておいて、その上にですね、また別の、まあ、花崗岩を、まあ、溶かして貼ったかどうかは知りませんけども、貼っておいて、でその上から、まあ、プロッターのようなものでですね、彫刻したものだと私は判断しています。で、ミロのヴィーナスとね、それからベルガマのヴィーナス、いわゆる、まあ、ハーマフロティティスと言われてますけども、その像とは、まあ、姉妹作ということになるわけですけども、そちらの方にはですね、まあ、ついているものがついている、弾痕がついているということですね。ですから、まあ、ミロのヴィーナスは一見、まあ、女性ということになってますけども、女性じゃないということですよね。まあ、このミロのヴィーナスについてもですね、日本の大変有名な美術の評論家イコールどこかの大学の教授はですね、いわゆる女性美の極致であると、まあ、そのような形で東京国立博物館の方でですね、講演をなさっておられました。私は行きませんでしたけども、入り口のところにね、大きなパネルが置いてありましてね、まあ、ミロのヴィーナスはいわゆる女性美を、まあ、極め尽くした、まあ、ボディをしていると、まあ、そういうようなことを講演なさったんじゃないかと思いますけど、そういうタイトルの講演をなさっておられましたけども、要するにミロのヴィーナスも女性ではなかったということになるわけですよね。まあ、つまりですね、私たちが今知っている常識というのはですね、まあ、ある意味でいい加減だということですね。しかし、その常識の向こうにですね、つまりは神から人間に、神がですね、人間に与えたメッセージがその隠されているということになるわけです。そのメッセージまで読んで、つまりは私たちはその、まあ、その作品がですね、何を意味するかってことが分かってくるということですね。しかし、まあ、ね、つらつらつらっと見ているようでは、そのメッセージを読み取ることができないということになります。で、先ほどお見せしましたね、マンチェスターの聖母についてもですね、未完の大作ってことになってますけども、まあ、本当かなということになるわけですけどもね、未完に見せかけて実は完成された作品だということですね。一般に未完の大作って言われているのはですね、ダ・ヴィンチが書いたと言われている東方三博士の礼拝と、それからセント・ジェロームの絵がありますね。共に、白抜きの部分があることによってですね、未完の大作って言われてますけども、同時に今度はミケランジェロの、書いた作品の中でもですね、このマンチェスターの聖母と、そして、埋葬と題された絵ですね。それも未完の大作、ちょうどペアペアになっているわけですけどもね。つまり、もともとの画家がですね、一人ですから、ペアペアで描いたということにもなるわけですけども、手法も同じなんですよね。例えば、ダ・ヴィンチの描いたと言われているセント・ジェロームは白抜きのライオンを描いて、あたかも、セント・ジェロームに見せかけて、実はもっと重要な秘密をその中に隠したということになります。27、61という数字が含まれています。すなわち神、カインを表現したものだということですね。今度はミケランジェロが彫刻したと言われ、描いたと言われている埋葬の絵の中にはですね、右下にフンババが表現されています。メソポタミアのモンスター怪獣ですね。でも、そのフンババであることが分かったゆえにですね、その中央にうなだれててますか、横たわっててますか、その表現されている人物は、つまりはシャマーシュイエスということになるわけです。シャマーシュイエスのペットがですね、フンババということになるわけです。そのフンババの横側、プロフィールがですね、その埋葬の遠いところね、その向こう側に岩の
和として表現されています。フンババというのは鼻が長くて反り上がってですね、そして牙のある、まあ、巨大モンスターであったということですから、巨大モンスターをそのような形で表現したということになります。つまりですね、まあ、はっきり言えば、まあ、そのこの大変なミケランジェロの作品ですからね、まあ、そのような言い方をするのは失礼かもしれませんけども、失礼だと思いますけども、本当に、まあまあ、美術史の先生たち、芸術家の先生たち、研究家たちは本当にまあどこかね、まあ、大事なものを見る目を見失っておられるんじゃないかと思いますね。そして私のような意見を言う人間をですね、こじつけだとかホラだとか言って吐き捨てる、投げ捨てる、まあ、無視するということになるわけですが、しかし皆さん自身の目で判断してください。まあ、もう一度ね、このめくれた皮膚と、それから左のね、むき出しになった胸を見てください。そしてそのめくれた皮膚の中にはですね、ちょうど、まあ、人差し指のところにですね、乳首が表現されているということです。まあ、繰り返しになりますけども、このような形でですね、例えばミロのヴィーナスにしてもですね、これは女性じゃないわけですね。もともとは、まあ、一般説、それもう一つは考えられるのはね、ハーマフロティスってもともと男性だったんだけども、まあ、自分の姿に惚れてですね、まあ、女性に、まあ、途中から性転換したハーマフロティスだという説がありますけども、私はハーマフロティスでもないと思います。まあ、これは古代の、ね、ギリシャ彫刻の特徴ですけども、体は女性系だけども、ついているものはついている、つまり男のペニスがついている、いわゆる神々の世界をですね、いわゆるそのような形で表現した、イコール神々というのはですね、まあ、両性具有というよりも無性であったということです。もっと分かりやすく言えばですね、女性系の体つきでついているものがついている、しかもそのついているものはですね、使わないときはなんか体の中にね、鞘のように入り込んでいたということです。ですからそのもう一つの例がですね、ブッダ像ということになるわけです。で、ブッダはですね、32層経によればですね、まあ、パーリー語で書かれている32、パーリー語で書かれているところが重要なんですよ。アショカ王のようにが、まあ、編纂したといいますか、時代に生まれた、まあ、その経典とは違ってですね、まあ、経典の中でも原書に近いわけですけども、その原書の32層経によればですね、ブッダのペニスはですね、体の中にめり込んでいたということになってますからね。と同時に私たちが知っているブッダ像というのはどう見ても女性系の体つきをしてますよね。まあ、そういうところからですね、私はブッダというのは娘であったということを、まあ、証明しました。などなどなど、まあ、ブッダもですね、要するに、まあ、女性系の体を持っていて、同時に、まあ、ペニスも持っていた神であったということになるわけです。まあ、その一つの例がですね、まあ、そのミロのヴィーナスということになります。その動画をこの後につなげておいてもいいわけですけどもね、まあ、しかしこの裸のね、彫刻を載せるということになりますとね、必ずもう簡単に言ってますから、ね、ロボットでね、YouTube の方ではね、検索ってますか、かけているもんですからね、すぐその、まあ、そのなんていうかな、不適切判断されましてね、もちろん広告はつきませんけども、まあ、それ以上にね、まあ、その何回もそういうことが重なるとですね、どうも失点になるということらしいです。私の場合は、まあね、まあ、幸いなことにですね、まあ、その YouTube の早々期からのね、まあ、YouTuber ということもあるんでしょうね、まあ、時々ね、まあ、アドバイスなどを 逆にね、直接的にいただいて、まあ、それにまあ従っているというところもありますけども、それでもね、もうこうして裸を出すということについては慎重でなければならないわけですけども、ね、今もうちょっと話をつなげますとね、このマンチェスターのマドンナもですね、極めて精緻に描かれているんですよ。普通の描き方じゃないんですね。これは岩窟の聖母 の中央に描かれているルーブル版ですけどもね、その中央に描かれている聖母の表現の仕方と酷似しています。まあ、蛇の皮膚がですね、極めて精緻に描かれているということです。その精緻さがちょっと普通じゃないですね。そしてまあ左 そのマンチェスターの聖母の一番右に立っているこのピンクのね、衣服を着ている女性の背中を見ていただきたいんですけども、鱗がベロベロベロっとめくれていて、私これ見た時には本当にゲーっときましたね。気持ち悪かったです。今は少し見慣れましたけど、今四角い赤四角で囲っていまして、今大きく右の方に拡大しましたけどもね、つまり鱗の生えるタイプのまあ人間ということを表現したわけですね。すなわち、まあ、はっきり言えば人間ではありませんよということをこのような形で表現したということになるわけです。まあ、こういう気持ちの悪い絵だということですね。そして、まあ、そのこの一番左を見ていただくと分かりますけど、このマンチェスターのマドンナもですね、足は1本までは確認できますけども、もう1本が確認できません。すなわち下半身大蛇のラミアということになるわけです。ですから、まあ、ラミアという、まあ
怪物、モンスター、ウィッチ、魔女をですね、まあ、ダ・ヴィンチもミケランジェロも描いているということです。ダ・ヴィンチの描いたあの岩窟の聖母の、ね、ルーブル版の中に表現されている中央の人物もこれもラミアです。それからあの糸車の聖母の、ね、あの2枚ありますけども、両方とも足が1本しか表現されていません。まあ、そういうふうにして足を1本描くことによってですね、つまりはラミアであることを示しています。それから埋葬の中の中央に書かれている、中央にはイエスがありますけど、その右に書かれている女性は1本足ですよ。足が1本しかありません。もう1本あるように見えますけども、それは右のフンバボの輪郭でごまかして2本あるように見せかけてますけども、よくよく見ると足は1本なんですね。でつまり足は1本ということは、まあ、ラミアだということになるわけです。で今左の方にね、実際の人間の足と比べてみると分かりますけども、異様に太いのが分かりますね。で人間の場合はこういうふうに2本、まあ、あるわけですけども、この中央の、マンチェスターの聖母についてはですね、足が1本しか確認できません。なあちこれも騙しや隠しの手法じゃないかと思います。つまりこのような形でですね、1500年のカインキリストはですね、ミケランジェロという、まあ画家のですね、作風をそっくり真似ててますか。もともとミケランジェロ絵なんか描いてませんから、ミケランジェロ風にですね、こうした絵を描いて、ここに描かれているのはつまりはラミアなんですことということを示したということになります。その証拠にこの衣服はですね、蛇の皮なんですよね。蛇の皮なんですね。まあ、あと、まあ、動物の皮膚でもこのような皮膚もありますけどもね、あのしかし蛇の皮膚を表現することによってですね、極めて精緻に描いてありますね。はい、あのいわゆる鱗の一枚一枚見て丁寧に描いてあるということです。そして、まあ、繰り返しになりますけども、一番右のね、まあ、その皮膚をしげしげと見ているこの女性はですね、まあ、そのマドンナのめくれた皮膚を見ているということですね。で右の方に写真を、ね、載せてみましたけども、なかなか、ね、同じものを見つけるとは、蛇にもいろんな、ね、皮膚がありますから、まあ、同じものを見つけることはできませんでしたけども、これは実際の蛇の皮写真ですよね。まあ、そういうものと比較しても、まあ、極めて精緻に描かれているということですね。つまり手で描いた絵ではないということですね。すなわち、まあ、コンピューターグラフィックスのようなものを使って描かれた絵ということになるわけです。ということでですね、まあ、その今日はですね、マンチェスターの聖母をテーマにしてね、皆さんにぜひ知っていただきたいことはですね、ともかくも、まあ、一般に説明されている説明がいかに、まあ、事実とはかけ離れているか、裏を返して言うとですね、どうしてこんなことが500年間も誰も気がつかなかったかということなんですよ。まあ、以上のことをね、私林博士が発見したのは2012年以降です。それ以前にこうした事実に気がついた人は一人もいないということです。裏を返して言うとですね、一時が万事、万事が一時でしてね、つまり私たちが知っているこの人間史というのはですね、捏造に捏造、まあ、誤解に誤解もあるでしょうね、誤解に誤解、そしてその上にですね、上塗りするようにまた嘘をつき、また次の嘘をつきって形で勝手に話を作り上げてですね、冒頭で言いましたように、この左の女性はですね、授乳中のマドンナということで、ことでね、理解されて、まあ、一般には、マンチェスターのマドンナ、別名授乳中のマドンナと呼ばれています。しかし、授乳中のマドンナであるはずはないわけですよね。マリアがね、授乳してね、子供を育てるということはありえないわけです。マリアは、いわゆる人間の子供を食していましたからね。はい。まあ、そういうことで、話がどん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 こう横へそれていって、現在の私たちが知っている、いわゆる人間史というものになってきているということですね。まあ、ついでですけども、これ、岩窟の聖母の、まあ、中に中央に書かれている人物ですけども、胸の、まあ、胸とね、後ろの岩がですね、完璧にシンクロナイズしています。同じです。ただ、後ろの方がですね、遠近がちょっと遠いものですから、模様が細かいことを除けばですね、明度を上げても、コントラストを上げてもですね、あるいはガンマを下げても上げても、全く風合いは同じです。まあ、右あのそれを皆さんに今ご覧いただいてますけどもね、つまりこの女性はですね、女性というか、まあ、魔女はですね、下半身大蛇のラミアであることを示しています。そしてその向かって左側の手はですね、まあ、餌となっている子供の皮膚の下に、神秘の下に指先の人差し指がですね、中に潜り込んでいます。まあ、一般にはこれはですね、特殊な衣服を着ているんだというふうにね、まあ、説明している先生もいますけども、衣服ではありません、神秘って。その証拠にですね、足腹のところにも皮膚のめくれた様子が表現されています。まあ、このような形でこの中央に書かれているのはですね、下半身大蛇の、ま、あの魔女ということになるわけです。そしてその右にいる天使もやはりそうですね、つまり、赤い衣服を着た、ね、魔女がぐっと、あ、今この天使の姿勢ではですね、前につんのめって倒れてしまいますよね。まあ、それをごまかすために赤い、ね、パラシュートを、まあ、ちょうど出てきましたね。そのパラシュートというのは大きな背中を見せてですね、そしてその
まあ、バランスを取っているように見えますけども、まあ、大蛇だということですね。それにしかしこの大蛇には足がありますね。ただし3本指です。4本あるように見えるに書かれてますけども、4本目のいや指はですね、周りの石ころで、あるいは葉っぱかもしれません、でごまかしてあります。いわゆる騙し絵ということになるわけですね。で私は、まあ、これはですね、 1+1=1、 すなわち2人の人物を描くことによって、ここに描かれているのは下半身大蛇のラミアというふうに、まあ判断しましたというような視点でね、まあ、古代というか 中世の時代のね、まあ、カインキリストがですね、私たちに残したその絵画あるいは彫刻を通してですね、私たちはその向こうに神が人間に与えたメッセージというものを読み取るということになります。今ご覧いただいているのがラミアですね。まあ昔からですね、このラミアというのはいろんな形でテーマになってですね、やはり人間の子供を食しているラミアを、まあ、ラミアがですね、普通ですね、はい、まあ、このような風ですね。それからあのライン川でしたかね、シレーンという、まあ、そのサイレンの、ね、語源になった女神、まあ、魔女がいるわけですけども、あれもラミアでなかったかと思いますね。つまり子供を食べていたということですね。まあ、この指を見てくださいね。3本指に見えるでしょ、まあ、4本指、しかし4本目の白いのはですね、周りの石、貝殻のような石と一致するわけです。なしこの人物は3本指だということです。以前はこれリリトと言われてましたけども、最近はマリアというか、ラミアというふうに判断されています。今赤い尻尾つけてみましたけどね、こうであればですね、バランスが崩れないで、この右側の天使と言われている人物は倒れないで済むわけです。この人物は男ですよ。この男とこの人物、全く同じ顔がですね、システィーナ礼拝堂の天井に書かれています。全く同じ顔です。その人物、周り4人書かれているんですけども、その3人にはチンチンがついていますね。まあ、その人物だけはチンチンついてませんけども、まあ、4人が3人ついてますから、4人のうちで、ですからこの人物もやはり弾痕のついた神ということになるわけです。顔だけがね、もう異様に女性っぽくて美しいわけですね。で、まあ、ここで何を説明しているかと言いますと、足が1本足のラミアだということです。どう見ても1本しか確認できません。で太すぎますね、2本あるにしてはね。まあ、要するにこの手法は右の岩窟の聖母ルーブ版と同じだということです。で右の人物にはこの天使には足がありますけども、よく見るとね、足首のところに毛が生えてですね、むじゃむじゃっとした毛が生えて、指は3本指です。ですからまあ3本指ですから、フクロウの魔女のストリックスとも取れますけども、このお尻の出っ張りね、それからあのバランスが崩れてますよね。かすかに左手をですね、前の子供の背中に当ててますけども、力を支えているようには見えません。つまりこの姿勢ではですね、前バッタンと倒れてしまうわけですね。ですから私はこの、まあ、人物、右の人物にはですね、長い尻尾がついていたものと判断していますというような視点でね、もう一度ね、皆さんね、あの私の動画を参考にしていただいてですね、もう一度何がその向こうに隠されているのか、何が真実なのか、そして同時にですね、はっきり言います。今までの、ね、美術評論家や、ね、研究家、あるいは美術館の先生たちの説明がですね、いかにデタラメでめちゃくちゃで、まあ、そのトンチンカンであったかということを皆さんにも確認していただきたいと思います。そして私の方がおかしいのか、それともそういう説明をしている授乳中のマドンナなどという説明をしている先生たちの方がおかしいのか、皆さん自身の目で判断して、まあ、あとはね、まあ、できれば私の見方をしていただきたいなというふうに考えてますけども、それはまあ皆さんの判断ということにお任せします。あとまあしばらくね、この動画をこの後皆さんにお聞きいただいて、今日はですね、ここで失礼します。バイ。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラミアですから、同じように考えて左の聖母も私林博士はラミアであると判断しました。でその証拠は最初に示しましたように、いろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダ・ヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作かって言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。分かりやすく言えばですね、ミケランジェロもダ・ヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということに
なるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で同時に二人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。でこの両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいといいますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。でこの両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚をまあ表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね、それにね、色も白いみたいね、とです。 Bye for now。Maria in Virgin of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a
child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Virgin of the Rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo or Jesus after 1500 years let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. 15 messages from Leonardo da Vinci. A virgin in a rock cave. It's my great pleasure that I can show you 50 messages in this video clip from Leonardo da Vinci, the greatest artist of the world, as well as in the history. ダヴィンチからの15通のメッセージ。まあ、そのメッセージを紹介します。まず第一のメッセージです。
これがルーブル版の岩窟の聖母です。で、この、まあ、絵でですね、最初に気になるのがこのマリアの右手です。と言いますか、右指ですね。このマリアの右指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。大変重要なところですから、注意深くご覧ください。縦線がですね、これがあの皮膚の境目です。その下にマリアの指が、まあ、滑り込んでますね。そして、その上にイエスの皮膚がかかっています。これは、まあ、衣服なのか、皮膚なのかということになるんですけども、まあ、どう見ても皮膚ですね。なぜダヴィンチはこんな絵を描いたかということですね。で、奇妙な皮膚について考えてみます。左がイエスです。で、このイエスの体を見てみます。で、全体にですね、まあ胸から下、薄い膜で覆われているのがわかります。この腹の上の部分ですね。この腹の上の部分で皮膚が白くめくり上がっているのがわかります。そして、左足のところでもめくり上がっています。で、これはよく見ますと、やはり皮膚がめくれ上がっているってことになりますね。足の方も、こう、皮膚がめくれ上がっているのがわかります。まあ、わかりやすく言えば、脱皮しているわけですね。で、まあ、脱皮ということで、爬虫類の脱皮と、まあ、同じように考えていいかどうかわかりませんけども、爬虫類は脱皮します。そして、めくれた皮膚は、まあ、今のイエスの皮膚のように白くなっています。まあ、奇妙な位置と言いますか。逆に言いますと、ダヴィンチは、イエスをこのような形で表現したということになるわけです。もう一度見てください。上が爬虫類、下がイエスの、まあ、皮膚ですね。足の皮膚です。このように、まあ、皮膚がめくれているということです。さらに、まあ、爬虫類とですね、爬虫類の脱皮とイエスの体の皮膚と比較しています。大変よく似ていると言いますか、めくれた ところでですね、白くなっているのがわかります。なあち、ダヴィンチは明らかにイエスの体をですね、レプタリアンとして表現しているということになります。次に、まあ、この三本指の、まあ、ガブリエルの足です。ここに、ルブール版の方ではですね、足が描かれています。で、この足をですね、当初私は4本、あるいは5本と見たわけですけども、向かって一番右の白い指はですね、これは指ではなくて、周りの、まあ、落ち葉といいますか、石と同じ色であること、がわかります。なあち、一番右の、まあ、白いのはですね、他の、まあ、3本の指とは、色も形も違うということですね。となると、この白いのは、どうも指ではないということになります。なあち、騙し絵、あるいは隠し絵ということになります。まあ、ダヴィンチはですね、こういう形で3本指のガブリエルを描いたというふうに考えられるわけですね。まあ、この白いのを指と入れるか、さらにもう少しなんとなく左、向かって右の方に指があるような感じがします。3本指というのはリリトということになるわけです。魔女の中の魔女ということになりますね。で、ダヴィンチがですよ、あくまでもダヴィンチが表現したガブリエルは3本指の、まあ、女性と言いますか。まあ、本当は男性なんですけどもね。男性だということになるわけです。まあ、次のメッセージを、まあ、見てみます。今度はマドンナです。このマドンナがですね、イエスの、まあ、指の、皮膚の下に自分の指を入れています。もう一度確認してください。で、こうしてマドンナの人差し指がですね、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。と同時に、この指がですね、どうもおかしいんですね。親指の長さと人差し指の長さを比較してみてください。異様に長いと言いますか、普通でない長さであることがわかります。で、同じようなようですね、ダヴィンチは、まあ、もう一枚書いてますね。アンドレア・デル、今出てきますが、ベロッキョの、まあ、これはあの、ダヴィンチが、まあ、最後に完成させたと言われています。右にいるのがヨハネですけども、ヨハネのこの、まあ、左手もですね、異様に、まあ、てか指が異様に長いんですね。で、まあ、細いと言いますか、痩せてるからこのように見えるかなと思うんですけども、やはりこう、なんて言いますか、指の長さを比較してみますと、まあ、皆さんご覧になっている通りに、まあ、日本人の手とは違うのかなと思っては見るんですけどね。右の方はこれ女性の手ですね。まあ、日本、まあ、アジア人の女性の手ですけども、まあ、それ、直接比較することはできませんけども、やはり私たちが持ってる、まあ、通常の感覚、ではちょっと理解できないほど、ヨハネの指は長い。同時に、マドンナの指も長いということになります。その長い人差し指が皮膚の下に潜り込んでいるということになりますね。
で、なぜこういった、まあ、絵をですね、ダヴィンチが描いたかということなんですね。言い換えますと、ダヴィンチは、まあ、ここに書かれている人が人間でないということを表現したかったのではないかと思います。次のメッセージに移ります。今度はマドンナですけども、このマドンナも、実に、まあ、謎めいているわけです。で、これ全体を見ますとですね、この、まあ、ここに中心にマドンナがいるわけですけども、この後ろの岩とですね、マドンナの体が同じ色、同じコンセプトで描かれているということなんですね。で、色温度をいろいろ描いてみたんですけども、まあ、どのように描いても同じ色として同じように表現されているということなんです。で、この、まあ、色温度ということは、まあ、同じような、まあ、絵の具を使ったということですね、わかりやすければ。そして、つないでみますと、このマドンナの体が大蛇になっているということ、風にも理解できるということなんです。で、まあ、胸に抱かれているのは、これ、蛇の、まあ、なってますか、蛇を模したものであるというふうにも考えられますよ。私はそのように考えています。で、まあ、いろいろと色温度といいますかね、色を描いてみましたが、着色はしてませんよ。全体の色温度を描いてみましたが、やっぱり、後ろの岩とマドンナの体が、まあ、同調しているということになります。となると、このマドンナは、まあ、隠し絵手法で、まあ、下半身がですね、上半身は人間では、ですけども、下半身は大蛇として描かれているということになります。まあ、岩がね、連続性を持って、マドンナの体と繋がっているということですね。そして、色も同じだということなんです。で、これはじゃあ誰かということなんですけども、まあ、上半身が人間で、下半身が大蛇ということになりますと、ギリシャ神話でいうラミアになるわけですね。いわゆるリリト、あるいはマリですね。ヘブライ語でマリ、ラテン名でマリアとなるわけです。まあ、これラミアについての説明ですけども、まあ、この英語版のウィキビデオの方では、はっきりとラミアイコールマリと書いていますね。そしてそのマリというのはラテン名でマリアと。まあ、そういう風になっています。そのマリアが、まあ、ヘリオ、ギリシャ神話でいうヘリオスと組んで、まあ、キリスト教を立ち上げる。だというのを私は判断しています。で、このマリアは魔女町のマリでですね、洞窟に住んでいるということなんですね。で、アンポトの、洞窟に住んでいると。まあ、アンポトの洞窟については、少し前、検査し、まあ、てか、ビデオを作りましたので、興味のある方はそちらを見てください。要するに上半身が人間で、下半身が大蛇である。ラミア、すなわちマリ、すなわちマリアということになるわけですね。それは、まあ、ダヴィンチの解釈ですよ。これがアンボトの山です。スペインの北部にあります。で、このもう一度見ていただきたいんですけども、この、まあ、マリ、あのそばにですね、まあ、マドンナのそばに、まあ、これは洗礼を受けるイエスですけども、まあ、この絵とですね、この蛇の、私先ほど蛇って言いましたけども、まあそちらの意味もこう、ちょっと奇妙な絵が描かれているんですけども、これは蛇を模したものであると。同時に、右の洞窟の聖母、岩窟の聖母の膝、まあ膝のところにいるのは蛇というふうにも考えられるということですね。これも隠し絵の一つです。まあ、次のメッセージに移ります。水の中の世界。ここの線のところでですね、絵がですね、微妙に色が違うってことに皆さん、ちょっと注意してください。これは着色してません。オリジナルの絵です。この線のところ、上の方がはっきりしてまして、この線から下がなんとなくこうなってますが、ぼんやりと言いますか、色、風合いが違うことに注意してください。私はこの線から下が水の中を表したものではないかと思います。今このブルーの方は私が着色してみました。わかりやすくするため。で、これが元の原画です。で、まあ、この線から下がですね、まあ、水の中であると。そして、その右のガブリエルも、この後ろの岩とシンクロナイズと言いますが、同調しています。線がずっと繋がっているってことですね。で、まあ、水の色を消していますが、そしてその後ろの岩の色を皆さんまた比べてみてください。まあ、同じように体、下半身がですね、まあ、大蛇ということになるわけです。で、今度はガブリエルの謎です。まあ、右にいるのはガブリエルということになっていますけども、
このガブリエル、まあ男性ですね。私、それを証明しましたが、この人は女性に見えるかもしれませんけども、男性です。美しさに騙されてはいけません。このガブリエルの姿勢では自分の体を支えることはできません。左手で、まあ軽く支えているように見えますけども、ヨハネの体の背中にですね、軽く触っている程度ですね。これでは人間は体を支えることはできません。すなわち、下半身がこのような形でないと、まあ重心がね、取れないと言いますか、階に、前にパタンと倒れてしまうということですね。で、先ほど、その、体が後ろへぐにゃーっと曲がって、それを、まあ、ダヴィンチは、岩と、まあ、岩として表現したということになります。で、今度はロンドン版の方で見てみたいと思います。岩窟の、聖母、ロンドン版です。こちらの方が後に書かれたと言われています。で、先ほどのイエスを、まあ、比較してみます。右がロンドン版で、左がルーブル版です。ルーブル版の方では明らかに皮膚がめくれているように表現されていますけれども、ロンドン版の方では衣服のように表現されています。薄い衣服ですね。この薄い衣服で、まあ、剥がれた皮膚を表現するというのは、ラファエルもあちこちで使っている手法です。まあ、このように、まあ、ダヴィンチは訂正したというふうに考えられるわけですね。で、ガブリエルはレプタリアンです。まあ、爬虫類型の人間、混合種ですね。あくまでもダヴィンチの解釈によればということですよ。で、これはガブリエルですけども、この人は男性ですね。まあ、そのことは今日は、私の少し前のビデオまたご覧になってください。で、これはミケランジェロが描いたシスティーナ天井画の天井画です。この中に同じ顔の人が出てきます。で、ミケランジェロはですね、まあ、女とも男ともわからない絵をって言いますか、みんな正反対の顔、てか、中学な絵を描いてますね。ほとんど恋愛ありません。で、こうして比べてみますと、まあ、このミケランジェロが描いた右の、まあ、絵はですね、顔はですね、左のガブリエルを模したものだということがわかります。まあ、目の開き具合が違いますから、違って見えますけども、右の人はこれ男性なんですね。この前後に何枚か同じ絵が描いてありますけども、みんな男です。ついているものはついています。そして、この、まあ、この人の背中を見ますと、見てくださるとわかりますように、ヒレがついています。レプタリアン特有の、まあ、ヒレですね。レプタリアン型人間の特有のヒレがついています。いわゆるまあ、爬虫類のヒレがついているということなんですね。ということで、まあ、ミケランジェロは、この人がですね、左の人がガブリエルが男性であり、レプタリアンであることを表現しています。また、ミケランジェロの描いたね、絵の方では、まあ、こういうふうに皮膚が二重になっている。ボタンはわかります。ぼんやりとしているのは皮膚が二重になっているというところですね。私は当初これ絵の具の、まあ、塗りムラかなと思ったんですけどもね、そうではなくて、明らかにミケランジェロ左の上を見ていただくとわかりますように線で描いています。なあち皮膚だということですね。まあ、先ほど言いましたようにラファエロも同じ手法で、まあ、レプタリアンの、まあ、マリア、そしてイエスを表現しています。で、こうして比べてみると、やはりこうなってますか、右の人はレプタリアンということになるわけですね。これミケランジェロの描いた絵です。そしてもう一度、先ほどのルーブル版の、まあ、イエスと比べていただくとわかりますように、正確にと言いますかね、腰から下と言いますか、胸から下はイエスの体は二重線になっています。で、そのめくれた後のお腹から上は線が、輪郭がくっきりとしています。まあ、このように、まあ、正確に表現しているということですね。となると、やっぱりこれは皮膚がめくれているということになるわけです。まあ、はっきり言えば脱皮しているということになるわけですね。で、次のメッセージを見ています。今度はイエスの右手に注意してください。私これですね、精細な、まあ、写真が手に入らなかった時にはですね、関節が3本あるというふうに言いましたけども、今回、まあ、精査してみてですね、それは間違っていました。それをここで訂正しながら、と同時にですね、この指を、まあ、イエスの手を見ていただきたいんですけども、極めて精緻に書いてあるということなんですね。それで実際の子供の手と比べてみますと、なんて言いますか、この関節のところの2本線。右は写真ですよ。左はダヴィンチの描いた絵ですけども、まあ、極めて正確に表現してあるということですね。まさにこれは驚くべきこと、イコール、まあ、これは写真技術を使って描いたということが、まあ、こういうところからも証明できるわけです。まあ、合成写真ですね。はっきり言えば。では次のメッセージを見てみます。これは奇妙な体ということで、というメッセージですね。このマドンナの体ですね。
でもこのところにですね、奇妙なものが書かれてるんですね。で、大きくして、色を、まあ、明るくしてみますと、こうした形が浮かんできます。輪のような、なんて言いますかね、リングのようなものがあって、下に髪の毛のようなものがぶら下がっています。私これヘアピースかなと思ったんですけども、影とも取れるわけですね。やはり、隠し手法だと思います。まあ、これは何かということなんですね。が、ここの部分だけ見てるとわかりませんが、もう少しこう、視点を下げて、見てみますと、これが何であるかが、まあ、おぼろげながらと言いますか、変わってくるわけですね。まあ、これは今言いました、ロンドン版です。で、これはですね、もう一度見てみますと、このマドンナの下半身がね、どうもおかしいんですね。というのは、その、まあ、足が2本あるはずなんですけども、全体に1本のようになっています。真ん中に薄くこう線がありますから、まあ、足が2本あるかなと思うんですけど、それは後ろの方に、左後ろの方にぐにゃーっと曲がってる感じがしますね。そしてその曲がったところに先ほど言いました奇妙な形のものは、ちょうどイエスの手の上あたりに映り込んでるわけです。これは足というよりも何かしらのこうね、鱗のような感じがしないでもありません。で、もう一度ロンドン版を見てみますが、右が、ルーブル版です。ルーブル版の方は、これは明らかに、下半身が大蛇であることを、まあ、表現しています。それがロンドン版の方、左の方は、それがやや分かりにくくなってますけども、やはりそう同じように考えれば、この左の、ロンドン版の方もラミアということになるのではないでしょうか。次のメッセージを見てみます。で、今度は水の中にいる、まあ、ドラゴン。ですよね。ここに、まあ、これはロンドン版の方ですけども、岩が描き込んでありますけども、これを明るくしますと、ドラゴンのように見えるんですね。こうした隠し絵っていうのは、まあ、ダヴィンチが得意だったと言いますか、この後にそのビデオをつなげておきますから、また見てください。隠し絵だらけの絵を皆さんに紹介します。まあ、これドラゴンじゃないのかな。まあ、これちょっとは確信持てませんが、まあ、そういうふうに考えられるということですね。で、今度は二人のマリアの話です。中央にいるのがマドンナということになります。聖母マリアですね。そして左のがイエスということになるわけですけども、このマドンナ。まあイエスが幼子ですから、まあイエスがまだ子供の頃のマドンナということになります。そして皆さんご存知のですね、最後の晩餐に出てくる女性がいますね。これはもうマグダラのマリアということでもう定説化しています。イエスの向かって左側にいるのがマグダラのマリアです。で、この二人をですね、比べてみますと、全く同じであることがわかります。で、右がマドンナ、左がマグダラのマリアということになるんですけども、まあ、このイエスのこの年齢になります。これはもしマリアだとするならば、マリアは50歳を超えてるはずですからね。こんな若々しくはな、ではないはずです。そして比較してみますと、ここのまあ、ブローチと言いますかね。では、それから、目の感じ。それから、目ですね。特に。それから、体の傾きも揃えてみますと、全く同じですね。首の傾き方ですね。そして、この赤いライン。そして、縮れ毛ですね。縮れ毛。そして、同じコンセプト。だから、左の方は手で覆ってますが、この二人は同じだと。そして、両方ともマリンブルーの服を着ています。左は、マグダラのマリア。右は、マドンナということになります。なあち、こういう形で、ダヴィンチはですね、マグダラのマリアイコールマドンナであることを私たちにメッセージとして残しました。そしてもう一度悪魔の足ってものをちょっと取り上げてみたいと思います。先ほどここに言いましたようにガブリエルの右足がここに描かれています。まあ、ちょっと見にくいんですけども、まあ、明るくしてみますとその足が浮かび上がってきます。まあこれも一つの隠し絵ですね。そして一番最初前に言いましたように、一番向かって右の白いのがこれは指なのか、ではないのかですけど、色がちょっと違いますね。それを考えしますと、やはり三本指だということになるわけです。三本指のガブリエルということになるわけですね。このガブリエルは男であることを、まあ少し前のビデオで証明いたしました。女性ではないんですよ、皆さん。そしてこの三本指と言いますと、リリとの、まあ指と一致するわけです。まさに魔女中の魔女ということになるわけですね。で、これは、はい。まあ、そういうことです。そして、この三本指の、まあ、リリと、すなわち、まあ、先ほど紹介しましたように、マリですね。そして、ヘブライ語でマリ。それからラテン名がマリアとなって、ユダヤ国史の中にも描かれています。ユダヤ国史の中のマリ、右のマリアと左のガブリエルはですね、1たす1は1で、1人の、まあ、リリとを表現していると私は判断しました。ここにですね、フクロウの、まあ、フクロウというのは、まあ、魔女の代名詞ですけども、フクロウの足、置物の足のところにですね、マリアの足がちょろんと出ているのがわかります。こういう形で、ダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。三本指の足ですね。まあ、これも、まあ、隠し絵手法で、ダヴィンチはマリアが、まあ、マドンナが、
主体告知の時のね、マドンナが魔女であることを示しました。と同時にですね、このマリアが座っている椅子というか、どうもおかしいんですね。3本あるかのように見えます。もちろん後ろの方は椅子ということになるわけですけどもね。で、同じようなようですね、ミケランジェロが書いています。これは、もう一回戻りますけども、システィーナ礼拝堂の天井画です。で、ここにですね、まあ同じような女性が描かれています。まあ中部からご覧くださいね。で、ここにも、まあ三本足の女性が女性じゃないんですけど、これ男性ですよ。まあ本当にね、もう男と女がね、混乱しますが、この人がそうなんですね。で、この人はですね、まあ、三通りの考え方ができるんですね。右二本と、で一組、あるいは左二本で一組、あるいは、右と左の足首で一組。まあ、ここで二組の方、コンビネーションを紹介しますけども、この、左、一番かって左の足がですね、骨が剥き出しになって、中の骨髄液が外に出ています。骨髄の様子も正確にミケランジェロは表現しています。茶色ですね。そして、まあ、残酷な絵ですよ、これね。こういう形で、まあ、三本足を、の、まあ、人を描いたわけです。まあ、これら両方がですね、同じ人だということは、衣服の、色を見ていただくとわかります。で、こうして、まあ、ミケランジェロはダヴィンチの絵を茶化したということになるわけですね。これは森本さんが発見してくださって、私に教えてくださったんですけども、後ろに一人の男がいますね。この人は一見すると若い男に見えますけども、これも騙し絵なんですね。見方を変えますと、もう一人の、まあ、悪魔のような人が後ろに描かれています。まあ、こうした隠し絵は、システィーナの天井画のあちこちに描かれています。それについてのビデオを作りましたから、またご覧になってください。で、この赤い、右のですね、赤い服を着た人、これは男性なのか女性なのかということなんですけども、まあ、その前にちょっと衣服を比べてみていただきたいんですけども、襟のところですね。同じような色です。まあ、色が合わせているということも考えられるわけですけども、衣服の色は同じですね。そしてベルトがあって、その下のですね、スカート、まあ、マドンナの色の、いわゆる、まあ、ベルトです。ベルトとですね、そして右の人の腕の色が一緒ですね。で、右の人は一見女性に見えますけども、たくましい腕。を見ますと、これはどうも女性ではないということね。胸も小さいですね。まあ、これを二人は同じ人物であるというふうに私は考えています。なあち、ミケランジェロはこのようにして、マドンナは男であるということを茶化したわけです。まあ、一見この女性の顔に見えますが、この顔に騙されてはいけませんよ、皆さん。例えばこの人は一見すると女性に見えますが、ついているものがちゃんとついているんですね。これがミケランジェロの絵の特徴なんですね。特にシスティーナの礼拝堂における絵はですね、このように男と女が全部逆転しています。女の人かなと思うんですけども、体は男性です。やはりついているものがついています。で、次の人もそうなんですね。この前後に書いてある絵なんですよ。この人も女性かな、優しい顔かなと思うんですけども、やはりついてるものがついてる。すなわち、右の人は、これは男性であると判断します。次の、まあ、結論ということになりますけども、まあ、結論は冒頭に挙げました、まあ、絵が、まあ、最初で、まあ、すべてを物語っていますね。上が、まあ、爬虫類です。下が、それを模したイエスの体です。体の皮がめくれているのがわかります。まあ、このように形でですね、あくまでもダヴィンチがですよ。私じゃありませんよ。ダヴィンチは、イエスは、レプタリアンであることを、まあ、こういう形で表現したわけです。で、これもそうですね。上の方が、爬虫類で脱皮しているところです。下が、イエスの体の皮膚の様子です。まあ、このように考えてますと、イエスがどのような考え、イエスじゃなくて、ダヴィンチがですね、イエスに対してどのような考え方を持っていたかが理解できます。ということで、今日は、ダヴィンチからの15のメッセージについて話しました。どうも最後までご覧くださいましてありがとうございました。Thank you very much and bye for now.